これ、はい、坂本の、はい、源田君のモデルがこれが小指2本で、当時2本入れといたらもうちょっとうまかったかも。いやー、マミヤって結構アクロバティックなプレーしても落とさないじゃないですか。落とさない、グラブが助けてると思う。やっぱグラブでうまい下手って分かるね。これ気に入った、これ買いますよ。おはようございます。おはようございます。今日はですね、新宿のアルペン東京、アルペン東京ね、スポーツショップに来てますが、まあメインはやっぱり野球ということで、まあ、ざっとこうやってこうフロアに入ってきたらもう圧倒されるぐらいの勢いで品揃えがいいというか、ワクワクするというか、なんかそんな感じがします。はい、で今日は詳しくですね、ちょっと知りたいので案内の人、店員さんを呼んでみたいと思います。このいらっしゃいませっていうのは何なんだ。今日はですね、ドラフト1位ロッテマリーンズの武藤純一郎さんね、ここのショップにいらっしゃるということで呼んでみたいと思います。武藤さん、はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ風貌変わりましてデブデブになりましたお互いにね。はい、何、いつから。ここのお店はまだ2年半ぐらいしか経っていないんですけれども、はい、僕がこの会社にお世話になってからもう13年14年ぐらいになりますね。はい、でも13年14年いて、はい、やっぱこういろいろ変わってきたでしょ。そうですね、もうだいぶ違う。はい、あの結構アメリカのテイストが入ってきてるっていうところが多いですね。当然あの質とかもだいぶ良くなってます。僕たちが使っていた頃と比べるといやいや、だいぶ俺らの時も良かったと思うよ革質とか、はい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 、それでも全然違う。違うと思います。野球離れをしてるというね、はい、話をいろいろ聞いて、はい、まあ、その道具が高いとか、はい、野球はお金がかかるとか、はい、まあ、いろいろ言われてるけども、はい、やっぱ売り上げって下がってるの。そうですね、全体的にはやる人が減ってきてるっていう部分があるので、全体的なものは金額で言うと少し下がってるかもしれないんですけど、 WBC があってからは一気にボンと野球人気上がってきて、他の競技から野球やりますっていう子も結構増えてきてますね。じゃあ WBC が毎年あれいいな。まあ、大谷グッズはやっぱ大きいもんね。そうですね、大谷君の道具というかグッズは日本の方以外もやっぱり外国の方も大谷君のグッズは買われるので。ああ、そうなの。そうなんですよ、びっくりするんですね。さあ、それではちょっと興味があるところで、はい、グラブを見たいですね。はい、このさ、これなんでこうビニールはしてあんの。汚れるから。こちらのビニールなんですけども、紫外線のカットのビニールなんですよライトで色あせをしてしまうので、それのケアとしてあのさせていただいてますね。はい、これ一番売れ筋のちょっとグラブってどれになるの。はい、一応うちのお店ではミズノの商品がやっぱりすごく売れるんですよ。で、あのこの土地柄かもしれないんですけれども、人と違うものが欲しい、変わったものが、はい、ということで、ここら辺が全部これ左じゃない。そうですね、俺右だからちょっと右手の様子は、はい、この上段3つが全部オーダー品になります。1個物です。いや、1個物っていうのは、はい、これ誰かの選手の1個物っていうこと。こちらのお店でこういうのを作ってくださいとメーカーにお願いしたやつを入れていただいてます。それを店からオーダーをして、はいはい、例えばどういう特徴があるの。一応こういった形なんですけれども、うん、坂本選手モデルっていうのを、うん、オーダーの商品として作っていただいているので、うん、これ、はい、坂本の、はい、こんなちっちゃいまんまですね。まんまなのこれ、はい、まあ確かに俺がもらったグラブと一緒のような感じがするけどちょっと分厚い感じがするねこれ。あ、どうしてもあのプロの選手のグローブって薄くて軽く作ってる方が多いんですよ。そうだよね、はい、そうだよね、はい、これはちょっと違うし、だから学生が3年間使っていただきたいので長持ちするよ。長持ちしますね、ほら、はい、ちょっと違うし、やっぱり、はい、おはめたら分かるよ。わ、すごいです。ちょっと鋭かったでしょ。鋭かった。それ言わないとめちゃめちゃすごいですよ
ただ本当に、作ってるところがこの羽賀工場というところで、うん、プロ野球選手が作ってるグローブと一緒のところで作っているんですよ、うん、はい、こちらなんかまた別に違うんですけど、ここにあれが入ってる、焼き印が黒で見づらいかもしれないんですけど、ここに工作って入ってるじゃないですか、うんうんうん、これが岸本さんが手掛けたという、そう、あーそう、岸本のグローブを作る、はい、あ、菊池は菊池さんのはまさかないって言わないね、ないですね、おいこちらの坂本の、やっぱ坂本多いの、坂本選手多いですね、やっぱり坂本選手の何々っていうのが多いので、やっぱちょっとしっかりしてんな、そうですね、これがマー君ですね、マー君、田中、ああ、はい、でかいですね、でかいです、田中、いやピッチャーだからね、田中選手の方が大きいんですよ、これはやっぱり内野手としては使う気にならないぐらいだよね。僕たちの時代ってちっちゃいグローブだったんですよ、みんな。あ、流行りがね、はい、フィールディングを、あ、重視したっていう体だったんですけど、うん、はい、今はやっぱ違うの、今はいろんな種類の握りになったので、多分見せたくないんだと思うんです、じゃあでかくなってる、はい、なので大きなグローブ使う選手が多くなりましたね。豊さん現役時代どういうグローブがお好みでした？やっぱ俺はね、ローリングスだったんだよ。ローリングスで自分の形にはまっていくような感じで作ってたから。水野ってどちらかというと最初から形が出来上がってんだよ ね、はい、好み通りに作ってくるからさ。ローリングスは最初もうなんかこれなんか皮の塊かみたいな感じで来るよ ね、はいね、はい、だけど皮質がいいからこう形になっていったっていうさ、自分の形に ね、 そ う、 ですね、そうだよね。当時アメリカからそのまま入ってきたグローブだったと思うんですよ。そうそう、で今はローリンズジャパンになってきたので、ね、昔の感覚のグローブとちょっと変わってるかもしれない。それどっちがいいの？僕は昔の方が好きでした。ローリングスあんの？ローリングスはあちらになりますね。いや、ちゃんと公式だろうね。この辺とかですかね。それもはめていただいてもいいですか？この辺、あ、まあまあなんとなくそうだけどね、はい、でも皮が全然違う。そうですね、もっとしっとりしてたもん、はい、こうなんかボールを包み込んでくれるような。大体坂本のグラブに寄せてるね、みんなね、はい、そうなんです、売れるように、はい、どうしても今のローリングスさんってジャパンになっちゃってるので、昔みたくアメリカ選手のっていうのは公式少ないですね、うん、アメリカ選手のっていうのはあんの？前はありました。今はちょっと軟式の方になっちゃいますね。あ、本当、高木さんの頃って小指2本っていうのやってました、ね、いやだからやってないんだよ、はいはい、外野手はやってる。そうですよね。でも内野が今やるらしいね。そうなんですよ。この辺がZなんですけど、源田君のモデルがこれが小指2本で、あで指出さないんだっけ、あの子は。源田選手は出します。出すの、はい、それでなおかつ出すの、はい、こうやって、はい、なんとなく分かる感じは、つかめる感じはするけど、はい、そうなんですよ。いや、これはつかめるけど感覚的にはちょっと鈍くなりそうな感じがするよ。あ、そうかもしれないですね、うん、あの速い球出しっていう部分だと、もしかしたら全部入れた方が使えるかもしれないですね。だから源田がどれだけうまいかだよね、球出しが、はい、いや確かに源田のグラブってよくできてるわ、これ。やっぱ内野手では人気すごくありますね。まあそりゃそうだよね、はい、これは人気あると思う。それとこのバスケット型、そうなんですね、がいいよね。これは何、源田ぐらい、あの2本指こう、こいや、今だと今宮くんとか。今宮もそうなの、ね、今宮くんも。あ、これはなんか
坂本の2本指をこっちに入れるっていう感覚だね、はい、うん、坂本選手がちょっと年代的に上じゃないですか、うん、それを多分あの子たち最初使ってたと思うんですよ、まあ、そうだね、はい、そこから自分がこういうのがいいっていうところに行っていったのかなとは思うんですけど、確かにねこれだとねボールが出そうもないわ、あ、そうなんです、ね、しっかり芯で捉えてると、はいはいはい、やっぱ打球も速くなったりとかさ、そうですね、人工芝も多いじゃん、はい、だからそうなってきてるのかなっていう感じはするよね、まあ確かにこの2本指っていうのは主流かも、主流になるねこれ、うん、そうなんです、ね、うん、で悪くはないよ、ただ指をこれ出すか出さないかっていうのはすごい大きな差になってきそうな感じはするけどね、はい、内野手ってさ二通りあって外野手で大体つまむんだよね、そうですね、はい、内野手ってこう握る人とこうつまもうとする人がいるわけ、はいはいはい、で俺もつまもうとする人だったから、はいはい、当時2本入れといたらもうちょっとうまかったもん、いやあれいやいや本当にそれいい源田のやつね、はい、これね源田のはいいんだけどすごく使いやすいと思うんだけど俺今宮型の方が好きやん、はいはいはい、その方が丸く使ってるんだよね、こう、そういうことね、グローブをこれがねピーンってね、やっぱあいつ源田うまいんだろうね、俺だったらこれだったら多分飛び出すと思う、へー、でも今宮のは、まあ、丸く包むんで、あ、多分こうスポッと入ると思うよ、だからあれなんですかね、今宮って結構アクロバティックなプレーしても落とさないじゃないですか、落とさない、落とさない、そういうことなんですかね、そうそうそう、グラブが助けてると思うよこれでしょ今宮の、はい、これこうやって多分丸く使ってると思うわ、だから全体的にこう丸いもんねグラブが、だから確かに入る面積というのは源田の方があるかもわからないけど、入れた時にやっぱりしっかり取れてるのは今宮のかな、これさこれで今いくらすんの、これだと10% オフで68,000円、高いねこれ全部そう、大体そのぐらい、そうですね、この Z さんの一番今高くて、これ今持ってるのが一番三振で一番いい高いやつなんですけど、はい、これでも5万ですね、ちょっと古くなって、へえ、古くなるって何が、形が、年式もそうですし、車みたいなこと言ってんね、プロ野球選手モデルになると毎年買えなくてもいいのでちょっと買えるじゃないですか、まあまあ確かにね、確かにそうすると旧品になってくるんで、なるほどね、はい、宮本慎也さんのはないんですか、慎也くんのは、MM っていう新しい形で出してます、へえ、はい、まだあるんや、あるの、はい、高木とかないよねローリングスに言ってください、日高さん、ウィルソン見てみますか、いや、ウィルソン見るよ、最近プレー、はい、この辺ですね、ウィルソン、はい、これは誰々のモデルっていうのはないの、時にウィルソンさんはないですね、あ、いけるね、あ、はい、これはいいな、はい、俺向きだな、ウィルソンって昔からちょっと皮柔らかめなんだよね、そうですね、しっかりするけど長持ちしないんだよ、はい、申し訳ない、いや、あの大丈夫ですよ、いや、でもこれはいいな、これは何、これも内野手用ですね、ウィルソンの、いや、これはダメだだからやっぱ同じ形でも作り方あるもんね、違います、はい、だから紐の締め方とかね、そうですね、それがすごく大きいので、大きいよね、はい、あ、これはいいわ、これはいい、さすがだね、もう出すはみ出しが2本あるのが分かります。指のはみ出しが反対に立つ。ここですね。普通ってこういう1本じゃないですか。なんで2本になってるの？強度を出す。そんないる？強度出す。シンネ取ったら強度も減ったくれもないだろう。申し訳ないです。あのメーカーがそう言っているので。本当。いや、俺ウィルソンの一番好きなところっていうのは、はい、小指がね硬すぎないのよ、あのね他のメーカーって小指を硬くしてるのよ、はいはいはい、やっぱここが強度を保って型崩れをなくすっていう、
だけどウィルソンって昔からそうなんだけど、小指がね多少柔らかくこうやって動くの。うーん、だから柔軟性があるのグラブに、はいはいはい、だから本当にね下手くそなやつこういうやつ使った方がいい。あ、やっぱここもクッションになってくれてるから非常にいいと思う。これいいな、さっきのも良かったけど。そうですね、はい、これ日本に寄せてきてないウィルソン、はい、それよりもウィルソンに日本が寄せてきてるどっち。いや、日本人の方が使いやすいようにはなってきてると思います。そうだよね、はい、ローリングスさんなんですけど、はい、ローリングスさんのここの、はい、ここに縫い目というか入れてるんですよ。だ困っちゃくれたことしたな。そうすることによってメーカーが言ってることで薬指を動かすだけで全体が閉じるようなっていうことなんですよ。悪くはないけどこれ2本入れないね。2本入らない、ね、それと薬指を動かしたら握れるっていうふうに言わない方がいい、はい、あ、そうなんですか。絶対薬指で握ったら、うん、多分握れるやつはいないよ。薬指なんか動かないから一番動きが悪い指だから、はいはいはい、薬指使う普段普段野球でボール野球以外でも薬指を意識して使うことってある？あんまりないよね。小指はあると思うんだよ、はい、小指ありますね。あるよね。このね芯に対して邪魔をするんだよね薬指が、はいはい、だからみんなつまもうとしてるのよ。あ、はいはいはい、だからローリングさんあんまりそれ言わない方がいいと俺は思うけどね。やっぱ源田っていうのは職人だわ。こう丸く俺はどちらかと使いたいから丸くなっているグローブと源田選手みたく先端がスッてまっすぐ伸びてるやつだと、そうそう、取ってからの球出しの部分だとピンと伸びてる方が早いです。いやそれは早い、うん、早いけどやっぱ飛び出す確率はちょっとあるよね。ああそういうことなんですね。でもエラーしないのはうまいっていう。いやうまい、うん、そう俺源田のあのグラブ使えてたらちょっと難しいもん。深夜のはある？宮本深夜、うん、あーこら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 もう完全にこう浅いもんね、はい、昔の人のグラブっていう感じがするわ。でもこれはもう当てる感覚だろうね。そうですね、宮本君はそうです ね、はい、いや昔だったらいいグラブだなと思うけど今の時代だったら深夜も多分変えてくるんだろうね。そうこのグラブそうだと思います。はい、でも坂本のに似てるね。そうですね、多分坂本選手が宮本選手に憧れて。そうだよね、守備はね、はい、実際一緒にやって。あ、そう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 、その辺からこんなグラブになったじゃないですか。そうだよな、多分やっぱグラブで上手い下手って分かるねはめた感じで、それでどんなプレーをするかっていうのがすごく分かるわ。グラブに出る、ね、はいはい、でもこの動画を見て今宮のが爆発的に売れたらすごいねありがとうございます。いやいや、まだ礼言うのは早いからやっぱね、一番こう基本に忠実にプレーするんだったら今宮だね。あ、俺今宮が大好きで、あの守備が、はいはい、なぜかというとこう基本に忠実で一つ一つに決めがあるっていう、ね、あ、そうですね、リズムは崩さないんだけど取って割って乗せて投げるっていう動作が一連の動作の中に組み込まれてる。その中であのグラブを使ってる。あ、納得するわ。流れるように綺麗に守備をしたいっていうやつは源田、ただ源田のグラブは難しいと思う、はいはい、あれを使いこなせたらやっぱうまいと思う。その中でアマチュアの人に使いやすいのはウィルソンかも、うん、革質的には、はいはい、水野は使ってたら馴染んでくる、はい、絶対に、はい、お金は何でもらってないのに宣伝しなきゃいけないかっていう話があるけどねでもグラブのその値段が変わってる、はい、相当上がった、はい、僕が初めて水野のグローブを高校の時に父に買ってもらった時は1万8000円でしたからね。まあそうだよな。いやそんなもんだと思うよ。武藤さん。はい。
手ぶらで帰れないわ、やっぱなんか。はい。今宮のちょっとクラブ、はい、出して。はい。一応一回これ先ほどはめていただいたやつをお渡しして。これ買いますよ。いや、これ気に入った、やっぱり。あれですね。やっぱりいいわ、これ。これでいい、これでいい。これをください。ありがとうございます。ほんまに買うんですね。ほんまに買う。買いました、じゃあ。はい、買いました。お願いします。ありがとうございます。これは何なん？これは水野さんの方からサンプルのグローブをいただいたので、うん、あのうちの、まあ、彼なんですけど、こういう形に仕上げることができるの？つけれますよっていう。そんなサービスあんの？あります。今、はい、すごいサービスだね、これ。でもグラブの形つけるの失敗するときあるから。そうですね。あの特にアマチュアの子が失敗すると戻せないので。戻せないよね。いや、いいわ、これ。びっくりするわ、これ。うん、最高だね。いろんな形にできるんだね。同じグラフで。すげえ。この形で作ってよ。はい、わかる、はい、本当にわかんの、はい、手入れただけで。大丈夫です。マジか、プロやな。じゃあ、ちょっとやってみてください。そう、届くの。そうですね、全部。それ何だろう。やっぱりこう、傷が皮についてしまうので、極力伸びたりすると。はい。僕ですか。いや、なんかグラムを買うって、あれだな、ワクワクするね。まあ、本当にグラム、揉んでいく形です。うん。俺は一緒にサウナに入って、あ、そうですね。こうやりながらとか。はい、ってる方がそんな重いを使ってるの、まあ、そんなに重いを積んでるんです。結構そうやって温めてまだ悩みですね。熱いっす。あ、だいぶ違うな。全然ここから揉み込む。今こうやって業者がやってくれるんだ。こういう風にお客様の方もこうやって見ていて、どうですかって聞いて、あ、本当にここやってくださいって無双に手を入れるので、いいね、本当にこのシステムは。やっぱ早く自分のものにして使いたいもんね。そうですね、はい。ミトカさんも新しいグローブ来てどれぐらいでゲームを使いました？キャンプの時に何個か作って、作りながら、はい、でもそれにも1ヶ月になるから、順番にこうどれがいいかで途中でこう外していくから、はい、だから1ヶ月半ぐらいはかかったの。ちょっと待って。いやいや、もうこれは十分素敵だね。いや、これだったらもうすぐ使える。使ってみたいよ、ね。あ、いいね、このサービスはいいわ。いや、いいね。これ芯がもうちょっと柔らかくなるといいね。やっぱり今宮のはこう丸まってくれるからいいね。はい、 OK です。命に入った感じです。だからめっちゃ子供みたい顔してますよ。嘘。いやいや、それは分かるやろ、気持ち。分かります。分かるやろ。これをください。はい、ありがとうございます。買っちゃいましたよ、グラブ。もう衝動買いというか、どうしても欲しくなって。まあでもいろいろグラブもバットもそうだけど、まあ技術同様進化してるなっていうのがよく分かったし、だからこういうことにも疎くないようにこれからも勉強していきたいと思います。まあ野球本格的にはできないと思うけども、
まあなんかでね使う機会があれば、はい、それを使ってる様子とかもねセカンドで出していきましょう、ね、家でこう持って、はいはい、あと指導行ったりとかもしながら、はい、わかりました。最新のね情報を常にキャッチしながら、そうだね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ね、今回あのロッテドラフト1の武藤純一郎ね、アドバイザリースタッフって本当かなって思うけど、いやいや、まあよくあのお世話してもらいました、アルペン東京ね、ぜひ本当に品数が多いんで迷うけども武藤を呼んでどれがいいっていうのは的確なアドバイスくれると思うんで訪ねてきてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。